ハライチの岩幸です。澤部優です。この時間 TBS ラジオから全国14局ネットでハライチのターンをお送りしております。ちょっとね、はい、昨日、今日とね。はい、まあ、ドラマの撮影がちょったりして。ああ、なんか、言ってましたね。うん<ー>。先週ね、あなたを。NHK のドキュメンタリードラマなんですけどね。ええ、はい。もう単発なんですけどね。はいはいまあ、3日ぐらいで撮り終わるんですけど。まあ、一応、主演ということね。<っ>ことなんです え<ー>ドキュメンタリードラマの主演、うんはい、そうなんですよね。もう。うん、もうドキュメンタリードラマそう。<laughs> もうくったくたなんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> もうね、くったくたなのもう。主演って主演ってというかドラマ。<laughs> よくやってますね、あなたね。私はだってもう、ちょっとしか出てない。からいろんなドラマちょっとしか出てないから。すごいなと思ったなんか。すごいよね。ワンクールとかやってんでしょお前とか。うん。いや、もう二日でもくったくただよ、ほんとに。くったくたですよ。うん。朝7時にさ、入って。あ、い夜10時まで。なのよ。うん。もうサラリーマンだったらもう、 働き方改革とはというとだよね。うん。合宿だよ、もう本当に。うん。しかも所属してない部活の合宿だからね。気まずい。ちょっと、ずっとね。そうなのよ。気まずさもあり。そんな合宿なんですけども。だから、主演になってくると、もうずっと俺のシーンだからさ。っていうことでしょ。それだからしんどいんだよね。スケジュール表があんだけど、うん。このシーンこの人出ますみたいな表の俺のとこ全部丸ついてる。 いや、恐ろしいね、それ。ああ恐ろしいのよ。うん<あ>。でさ、もう、俺はなんか科目でなんか、一応なんかストイックな、うん、なんか感じの役なわけ。うん、うん。でさ、また相手役もいてさ、うん、ちゃんとしたもう女優の女の子で。まあ、そうでしょ、うん。で、すごい、もうすごい出てる子。 うんえー、まだ言えはしないんだけど、あ,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 あの、まあ、年下でさ、うん、でもしっかりしてんだよね。うんうん、いざ、その子とのもう演技がもう始まるわけですよ。すごいの、うん、もう役の人なんだよ、うんうん。入りきってるというか。そう。 通されちゃってさ、もうそんでさ。で、また、監督もさ、もうカットつってカットかかってからさ、まあ女優の子に、あの、ここもうちょっとあの、こんな感じですかね、みたいな、あの、言うんだけど、もう俺には一切言わないのね、なまたね。うん。なんだろうね、この、なんか言っても無駄だって思われているのか。か、うん。いや、できてんのかもしれない。できてんのか。もしくは俺を伸ばしてもしょうがないという、こいつ別ことなのか。 って言うんだろ、これを。まあ、一応この畑違うし。まあね。ゲスト扱い的な、うん。うん、感じなのかなとか考えちゃうわけ。うん、うん。そんでさ、俺中心に演技するシーンみたいな、うん、まあ結構あるんだけどやって、うん、で、カットってなって。うん、まあそっからカットかかってから、まあオッケーか、もう一回撮りますか、の判断を監督が言うわけじゃないですか。うんうん、うん。って言うんだけど、俺のシーンが終わってカットってなって、うーん。 んーまあ、OK、ケーみたいな。<laughs> <laughs> オッケーじゃなくないオッケーじゃないね、それはね。オッケーじゃなくない、ね、<笑><笑>うん。引っかかっちゃってるのか。<laughs> <laughs> なんだろうね。<laughs> これ以上望めないっていう、なんか、ニュアンスが入っちゃってるのか。<laughs> <laughs> まあ、うーんー、の、オッケーみたいな。<laughs> <laughs> オッケーじゃないね。<laughs> これが結構あんのよ。<laughs> えへ、ー、へ。<笑><笑> なんか俺もちょっと不安になってきちゃなうん。でも昨日のもうだから、あの、始まって、朝始まって、昼ぐらいにもうくたくたになっちゃってるわけ。で、昼休憩でーすみたいな。なって、やっと昼休みか、みたいな。で、ドラマの現場ってさ、朝7時ぐらいに楽屋入っても、朝飯とかないのね。ああ、そうか。なくないなんか、あんまり。 まあ、現場によるけどね<ー>。<laughs> なんか、弁当ないこと結構。まあ、そうね。うん、で、お笑いの現場ってもう絶対あるじゃん。異常に弁当あるからね。<laughs> <laughs> もう、朝、昼、夜、弁当。もしくはもう深夜になった弁当。そう。あって、もうどんだけだけど、でもさ、ギャラ低くても、もう飯だけは食わせるみたいな、なんか、なんとなくのこの、心意気あるじゃん。なんか、うん。飯だけは保証する。もう、もう毎節来たやつも飯、弁当は。弁当持ってるみたいなね。そう。食うもんだけ困らせないよっていうような風潮がなんかお笑いって。なんかね。まあ、その、みんな知らないと思うけど、あるんですよ。うん。で、朝飯ない。 んだっって学園入って入まず思ってうんうん、で、昼休憩。うん。あ、よーし、もうやったわ、と。うん。結構撮ったぞ、もう朝だけでも。うん。昼になるまででもお腹空いたわ、つって。で、楽屋に行ったらさ、あの、スタッフさん来て、あの、お昼ご飯ですって言って、おスタッフさんがさ、うん、なんか、小箱、小箱みたいなの持ってくるんだよなんか。<laughs> 紙の。紙の小箱なんか、小さい長細い箱持ってくんの。<laughs> うん。であー、ありがとうございますって言って、パカッて開けたら、<laughs> うん、あのー、ハンベーグル2個 <laughs>。<laughs> <laughs> いや。 ベーグル2個ベーグルハ半ベーグルって聞いたことないフレーズだけど。ハ半ベーグル2個ハ半ベーグルね。ベーグル。これだけやってハ半ベーグル2個です。半ベーグル2個は1ベーグルだから。そう。い割ってやるの、なんか。いや、なか、う ハ半ベーグル2個。ブルーベリーのベーグルと、<ー>ハムのベーグル、ハ半ベーグル2個。2> ベーグルね。ガリガリオーエルのランチから。<laughs> ガリガリオーエルが公園で一人で食うランチじゃないか <laughs> そうねえかよ。<laughs> ハンベーグル2個ですか半ベーグルね。ちょっと成人の男ですよ。4口で食べ終わってさ。早っ。でもしょうがないからさ、もうだから、NHK ですから、食堂行って。もうなんか、チキンナンバーみたいのなか食ってさ。そしたらまあ、麒麟川島さんが行って。ああ、食堂に朝ドラ出てんのね。ああ。で、川島さん、あの、お疲れ様です。っつったら。 ああ、どうもみたいなああ。ちょ、ちょっとなんか違う畑でしみたいな。<laughs> <laughs> そんな感じじゃないのに、いつも <laughs>。ああ、どうも。みたいな感じになっちゃってさ。ああ、ああつって。で、午後の撮影ですよ、うんうん。で、なんか、お酒ちょっと飲みながら、談笑するシーンみたいなやつだったんだよ。なんか時代もちょっと違うから、とっくりとなんかおちょこでみたいな感じでさ。で、談笑する男一2 3の、あの、役者さんも来ててああ。うん。 で、よろしくお願いしますなって。ああ、どうも、なつって。でも、あの、男一さんは、もう、役者さんなの、完全に。まあまあ。うん。で、俺よりちょっと年上ぐらいの人、三人なんだけど、はあはあ、でも、もうさ、男一さんといえど、もう演技すごいからね。<laughs> <laughs> 男一さんといえど <laughs>。 俺なんかよりは全然。でもう断章のシーンだから、バンバードリブとかなんか入れてきて、怖え怖えでしょ4人の断章なの。で、こっちはもう台本通りしかできないよね。そうね。で、男2、がまたさ、男2がまたすごい攻めんのよ。 なんかちょっと台本にないボケとかなんか、ちょっと足してくるの。酔っ払いボケみたいなんとか、それまた男1がさ、突っ込むんだよね。軽く足だったりとか突っ込んだりとかなんかしてさ、もう全然入れないの俺なんか、もうちょっと。主役のはずなのに。そう。で、なんかちょっと寡黙な役だしね。うん。で、男1日んはその日はもうさ、そのシーンだけだから、ちょっとなんか、 か、かけてるというか、その勝負に来てるみたいなまあ、まあ。やっぱアピールもしたいな,ない。アピールしね。うん、そうそうそう。やってんなぁと思って。<laughs> って <laughs> 結構やるねぇってなって。で、もうさ、まあ、リハーサルも終わって。うん、いざ本番ですよ。うん。うん で、男にはやっぱ、ボケてくんのね。<laughs> 本番も男にはすごいんだから。<laughs> <ー>うん。で、男一はもうそれもさ、ちゃんとさばいて、その役のままなんかちょっと突っ込んだりだから。な,うん、なんか男1には、なんか一緒にやったことがあるみたいな感じなんだよ。だから、女感わかってんの<ー>、うん。で、さ、一通り演技して、<ー>で、さ、あんじゃん。なんかその、演技してて、で、台本終わったけど、カットかかるまでは自由演技みたいな。地獄の時間あるじゃん。<laughs> 地獄の時間あるね、<laughs> <laughs> 地獄だよな、ね、あれな <laughs> ね。<laughs> あ地獄の時間ってさ、そこでも男にはちょっとなんか喋って、<ー>うん、ちょっと挑戦するんだよ。うん、で、男一またなんかちょっとそれに対応するんだけど、うん、あの、そしたら急に、今までそんなことやってなかった男さんが、お<え>うん、とっくり持って、俺に、うん、俺によ、うん、うん、ささ、あのー、もっと飲みなさいよ、<っ>みたいな。<laughs> そうやっべえ<あ>酒差し出してきてさああ、パニックになっちゃって、うん、急にやられたもんだから、うん、いや、<laughs> いやー、その時そんなのなかったじゃん。<laughs> <laughs> 一瞬で頭回んなくなっちゃって、ない人そう、普通に俺もなんかおちょこ持って、あ,あ、すいません。すいません。<laughs> 普通の飲み会で言われたテンションで。ああ、すいません。岩井祐希だ。そんな科目のやつだそんなやつじゃないの、役は。すいせん。ああ、どうもすいません。えなっちゃってさ。ああ、もう本当に。で、すごいなまあそこは多分なんか使われないんだろうから、いいんだけど、うわ、やっちゃった。もう男に、1、2、3が怖いのだから。本当に。うん。で、あそのシーン1終わったってなって。 で、男一にさ、帰って行ってさ、で、またさ、女優のことのシーンですよ。はいはい。で、なんかまあ、いくつかシーンやって。で、一応なんか待ってる間、ちょっと端になんかベンチみたいのあって、一応そこ座ってんだけど、まあ女優の子もなんか隣のとこ座ってて、ずっとその子がさ、携帯いじってんだよ。うん。なんかやってない間。うん。で、俺はもうでもさ、ずっともう台本をさ、ペラ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 、折って、で、 でもなんかだんだん恥ずかしくなってきて、ずーっと台本追ってて、うん、なんか台本通りやってんだとか思われるのもなんか恥ずかしくなっててさ、うん、で台本もあの恥ずかしいから置いて、<う>そこそこに、俺もなんかちょっと携帯でちょっとなんかパズドラとかさ、うん、あのやって、うん、余裕ありますと余裕見せて、うんうん、で待ち時間長いからさ。 あの、ま、あそれもなんか、ちょっと、飽きてきちゃって。で、女優の子にさ、何、あの、ゲームかなんかやってんのって聞いたら、女優の子が、あの、あー、えっと、台本です、これ。やられたやられたスマホで台本読んでねやられた何、俺はパズドラやってんだ何をパズドラやってんだ俺ごときが、俺とが。女優ですら、女優ですら、ずっと台本読んでんのに、パズドラやってんじゃねえよ 何難しいダンジョンちょっとクリアしてんだよ。クソだよ俺はと思ってさ。うんうん、で、またさ、あのー、20時ぐらいに、あのー、<ー>さあ、スタッフさんが来て楽屋に、うんうん、夜ご飯んですって言って、うん、またなんか小箱を持ってく <laughs> 小箱長細い小箱持っていくんだよ。よ また小箱だと思ってバカってあげたら、あの、おにぎり2個と、小おにぎり1個入っててさ。どういうことだ何これだねガリガリエルの夜飯じゃねえかそいつ出てくんだよ。で、くたくたで1日目終わって。うん。で、さ、今日は今日で。うん。た今日もたまた7時ぐらいか。うん。まあ、夜7時半ぐらいまでだよね。うん。やって、さ、まあ、シリアスなシーンとかあるんですよ。ちょっと俺が、 イライラしてるし、みたいな。で、ふつふつと、あのー、怒りがちょっと湧き立つような感じで、うん、岩井さんちょっと、お願いします、ね。監督に言われて。うん、まあでもなんか、ちょっとニュアンスじゃん、それも。まあね、うん。でも俺もちょっとわかんないから、うん、俺なりのなんか、あの、雰囲気作って、うん、ふつふつとなんか怒りが湧き立つような感じ、うん、ってやって、うん、はい、カットって言われたで、カットって言われたら、 監督が来て、あの、唇噛みましょうかって言われてね <laughs> <laughs>。あの、じゃあ言ってよって <laughs>。じゃあ唇最初から噛んで大敵言ってよって。あとなんか、これこれこうしてみたいな。うん、これこれこうしてみたいなセリフがあるし、うん、あったんね、うんうん。で、そしたら監督が来て、あの、これこれをこうしてじゃなかったでしたっけって言われたら、うん、あの、いや、 ええと、なんか台本に一応これこれこうしてって書いてあったんですけど、って、うん、俺が言って。うん、ああ、そうですか。でもこれこれこう,こうしての方がいいかな、みたいな。これを。うん、ちょっと一回台本確認しますね、うん、って。うん、ああ、これこれこうしてでしたわ。お、なかったですわ。うん、って。あーじゃあ大丈夫です。 言われたから、うん、いや、いや、大丈夫ですって、ど、どっちにすればいいですか、うん、うん。いや、でもあの、さっきのと一緒で、あ、さっきのって、うん、お、ない方で、いいんですよね、<laughs> うんうん、って言ったら、監督が、あじゃあそれでいっちゃいましょうって言われて、<laughs> いや、な、投げやりな。<laughs> 投げやりな、その、<laughs> 俺が悪い、みたいな。<laughs> なんか俺が間違ってた方で、いいですよみたいな。いいだろ別に。何それってなって。不安なっちゃう。うん。不安だからね。基本ベースで不安だから。そうそうそう。不安だから。いろいろ引っかかっちゃうね。で、夕方の休憩になって、休憩ですって言われて、あの、楽屋帰ってお腹空いたなぁなんて待ってたんだけど、ついに今日は小箱も持ってこないなって。 小箱もなしだよ、<laughs> そんな。やつは小。小箱もなしあんま小箱ないんですかってないスタッフさんに。小箱はどうしたんですか小箱を求めちゃってる。<laughs> 小箱今日はありませんね、あんた。小箱って言ってないでしょ<ー>スタッフさん。で、もうほんと今日もくたくたで終わって。<ー>で、7日。あ 今月、だから、あの、7日、また最後の撮影がある、うん。あまだあんのね。ああ、またな最後の撮影があるってなったんだけど、今からでも、ちょっとガタガタ震えてんだけど、俺は。7日は、男123が来るらしい、うん。<laughs> これが怖くてしょうがないですよ。うどうなるか。ん、ね、男123が来るのかと、あと、小箱はあるのか,るのかっていう問題ね。男123が小箱持ってきたらどうする <laughs> どうなるかですね男1・2・3との男1・2・3がどんだけかましてくるかそうですね私もまたドラマ撮影ありますので大阪で演劇ユニットちょっと大忙しこれは応援や楽しみにそうですいつぐらいとかはいつぐらいですか小原さんもう言えない 言えないね。おんやされない可能性もある。監督も迷いまくって、うんうん。これ、遅れにしましょう。遅れにしちゃいましょう。<laughs> 何だったんだよっていう。<laughs> あのー、先週ね、うん、慣れないドラマ撮影でくたくたの岩井さんでございましたけど、うん、監督からね、うん、<laughs> まあ、まあ、OK みたいな。うん、ね、諦めに近い OK を。<ー> <laughs> まあ、オッケーもね。あとなんか、エキストラの、ええ、男、三人衆にね。男、一、二、三、三。アドリブで、ちょっと焦らされたりとかね。いろいろ悩みを話しておりました無理なの巻き込まれるとさ。それに対してね、メールが来ております。え、ラジオネーム、セミライダー。先週、岩井さんが演技のことで、嘆いていましたね。どうしたら演技力を鍛えられるのか、調べてみたところ、コールセンターのバイトがいいそうです。 クレームなのか質問なのか、相手の出方によって対応を変え、相手を納得してもらうように起点を聞かせることが演技力やアドリブ力の向上につながるらしいです。岩井さんもコールセンターでバイトしてみてはどうでしょうかってうどうですかまあよく聞くけどね、それね。コールセンター。ーよく聞くよ、それ。<laughs> その程度ね、<laughs> 詰めろよ <laughs> せっかく送ってきてくれてんだから。<laughs> いろんなやつから聞くよね、これね。コールセンターうん。いやだ、どうですかって。えー、今更俺がバイトするのするわけねえだろ、俺がバイト。<laughs> お金あんだぞ、俺。ああ、もうやだ。やだ、やだ、やだ。やるのかお前じゃあ演技やってんだろ、違うよ。別にお金あるのとかも知ってるより、スナーも。俺もセンターのバイトやれよ、じゃあ。それを踏まえてのボケメールなんだから。お前だってやってんだから、やるやんねよ、俺も金あんだから。待ってやんねえよ、ゴールデンタ。お前が紹介してきたんだから。俺は一人で。俺ばっかやらそうとして。俺はさらそこそこ演技もできて。はお金もあんだから、やんのよ、一番。俺だっていいって言われてんだから。一番。やる しぶしぶ OK だろ、てめえは。ああやれよ、コールセンターのバイトお前もやれよ。あ二人でやるか、じゃあ。やってやるよ。ああ、負けねえよ。どっちが日本一のコールセンターになれるか。<笑><笑><笑>そ、ま、あ、本当に簡単に受からない可能性もあるけどね。<laughs> いや、そんな番組 <laughs>。コール <laughs> センターのバイト、めちゃくちゃ大変なんだから。<laughs> だから鍛えられるんだろうけど。 ちょっとドラマが終わりましたわ、撮影で。先週、先週の、だから放送の、そう。翌日、が、最終日だね。だね。撮影だった。まあだから NHK のドキュメントドラマ、ね。まあ主演というかね。言えるのまだ言えないのその内容は。言えないんじゃないっすね言えないんだ。まだ言えないんだ。 ないいならしいっすよ、うん、先週はもうくたくたになってましたけどね、うん、先週はドラマ撮影後にこのラジオをねそう,そうだでだから2日3日間で撮るドラマの 2, 2日撮った状態でラジオがあって、うん、次の日では最終日みたいなねうん、うん、でその最終日さ、うん、1>, 1日目と2日目はスタジオだったんだけど、うん、3日目はロケだったんですよ ほう。うんうんうん。なるほど。これがまた大変でさ。ロケはロケで。あもう朝6時半渋谷のロケ車に集合。あるよね。ああ渋谷とかに<う>集合すんだよな集合すんだよ。 それで茨城行ったんですけど。茨城 <laughs> はい。ちょっとまあ、遠いね。遠いっすよ。<laughs> 山奥っすよ。うん、うん。で、もう茨城着いてさ、着替えて、うん、で、メイクして撮影現場行くんだけど、うん、もうその日、もうだからこの間のラジオの次の日だから、うん、梅雨入りした初日、もうなったの。はぁ<ー>、うん。もう土砂降りなわけ。<laughs> <laughs> 最悪だ <laughs> 最悪だね。大丈夫かこれってなって。<う>で、なんか土手なのよ、場所も。 うん。で、とりあえず、ま、土手で撮影始まったんだけど、ま、なんか土手って言っても、なんか元々ある土手じゃなくて、なんかこうね、工事現場みたいな、山ちょっと崩してるみたいなところで、なんかこう、あの、土砂積み上げられてできた土手みたいな。ああ、だろね。うん。で、雨降りまくってるからさ、もうみるみるぐずぐずになっちゃ怖い。怖いなちょっとなで、ワンシーン目が、一シーン目が、その崖の上から始まるんだけど、え、監督がなんかこの下からね、あの、じゃあ岩井さんつって、 その崖をちょっと駆け下りてくださいって言われるの。<laughs> <laughs> いきなりハードな。いや、嘘だろうと思って。ああいや、このぐずぐずの崖駆け下りんのああってなって。で、もう、もうなんか天然のサスケじゃないかってなって。<laughs> 確かにね。<laughs> うん、怖い,いや。これやばいでしょってなってさ。ああ で、近くにいたスタッフさんに、いや、ちょっとこれ大丈夫ですかねって。うんああ。もう駆け降りるって言われたんですけど、つ、うん、ったら、あの、そのスタッフさんがまた、その、なんか、その、もっと手下のなんかスタッフにさ、手下って言うんじゃないよ <laughs> ああ,あ,あじゃあ、ちょっとお前、あの、一回、あの、駆け降りてみてって言って。あ,<ー>ああ。ああ試しに。うん。やってなかったんだ、て <laughs> <laughs> もう祝いでやろうとしてんだけど。<laughs> 急に俺でやろうとしてんだもん。<laughs> <ー>いや、バラエティーとかだったら今そこ一番さ、<laughs> 問題視されるとこじゃんないシミュレーションみたいのをね。<ー>やってからっていうね。今、ぐずぐずの崖駆け降りるっていうバラエティー番組だったらさ、<laughs> ちょっとやべえなってなるじゃん。<laughs> <laughs> 怖いなドラマとかやんだとなってさ下のスタッフの人が駆け降りてさ「大丈夫でした」みたいななってもう本番もめちゃくちゃビビりながらへっぴり腰で降りちゃってさで午前中がその崖のシーンなわけですよで終わってでロケ車戻ってブルブル震えながらもビショビショになっていからそうか寒いくなっちゃってなう先週さドラマの現場飯があんま出ないっていう話してたじゃないですかおっしゃってましたね 1>, 1日目なんかあの小箱が紙の小箱が出てきてさ、うん、開けたらもう半ベーグル2つ、うん 2> うん、だった1ベーグルね <laughs> 半ベーグル2つで 2> <laughs> でその日の夜も小箱出てきて、うん、開けたらもうおにぎり2つと小おにぎり1つだった <laughs> お昼ご飯余ったのかなで、二日目ついに小箱も出てこなかったと。うん。いう話してたんですけど。もう三日目これどうなんだと。ロケだしね。いや、出てこないのちょっと勘弁してくれと。うん。いや、頼む小箱と。うん。小箱くれ。小箱くれと。うん。頼む小箱くれ、小箱くれっていう感じでいたのね。うん。スタッフさんが来て、あの、お昼ご飯でーす。つって。来た。あ、来たと。おいや、これもらえるぞ。おうん。したらもうがっちりペントが配られたの。おお。唐揚げの。 う嘘だろってなって。ああいや、と思って、だからスタッフさんに、す、すいません、小箱小箱小箱くださいって言って。<laughs> 小箱で慣れちゃってるからもう。あの小箱どこですかやばいやばいやばい。あの小箱くれませんかって。やばい。あれがないと俺ダメなんですって,って本。本来、嬉しいはずなのに。ああスタッフさんも、いや小箱ありませんって言って。うん、くそ。小箱ないのかってなって。<laughs> コバコを発する体になっちゃってた。コバコがないとダメな体になっちゃってた。えー、いつの間にかね。うん。えー、泣きながらカラオケ弁当食べてさ。<laughs> <laughs> 泣きな,怖いな人間って怖いな。怖いよね。うん、うん。で、午後はさ、もう俺のだから相手役の女優の子が後から来て。うん。で、先週行ったさ、だから年下だけどめちゃくちゃ演技派の女の子でさ、うん、その子がちょっと、俺がさ、あの、緊張しているっていうこのね、 あのシーンだったんですけれど。 でそう緊張してる緊張してる芝居のシーンで、そこ来て、俺の背中をこう、バシッとさ、あの、叩くシーン頑張ってきなさい、やっぱり。あいいシーンだね。で、リハーサルの前に、一番最初なんかドライってのがあるじゃないですか。なんかあるね。で、ドライやって、リハやって、本番みたいな。うん。なんか3回に分けてやるんですけど、で、ドライ始まって、女優の子がさ、俺のところに来てさ、背中をこう、バシッと叩くんだけど、あの、もうなんかドライの時点で、まあまあ、叩くのね。 その <laughs>、<laughs> それも役者さ、もう。そう、まあまあもちろんそっちの世界の人間だから。本気でさ、それや。まあドライだから、ドライだから手抜くとかないか。うん,うん。うん、まあまあまあ。ドライから本気でっていう感じなのかなっ思って。うんうん、でもドライ、リハ、本番って、それやられてさ。うんうん、で、本番も OK にならない限りは何回もあるから。そうよ、ああそうね。 もうだから3、4回本番やって、うん、で、ずーっとパーンって強めに叩かれてる、うん、背中さ。うん、で、まあ強めに叩くシーンだからまあいいんだけど、うんうん。で、その後さ、あの、本番 OK ですなって。うん、で、またカメラアングル変えて同じシーンみたいな。あるね。そうするとまたドライカラーになるわけじゃん <laughs> お芝居は同じなんだけど。同じ同じお芝居やるんだけどね。で、バシバシ叩かれてさ。で、終わって、またもう一回アングル変えて、うん。計20回ぐらい爪にバシバシ叩かれてかさ。うん。で、このシーン以上ですってなったんだけど、あ、ほんとね、あの、あと一回、もう頑張ってきなさいよって言って、バーって叩かれてたら、チェイってなってたわ。何何バーってもう一回ぐらい叩かれてたら、頑張んなさいよ。あ、チェイって。 聞いたことない、祝いからチェイは。チェイってなっちゃうじゃん。チェイってならない、お芝居だから。いや、もう、バシ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 叩かれて。なんか、なんていうのその、ドライとかいいじゃんって、もう。同じとこバシバシ叩いて。チェイって。チェイって。って言ってても、でも監督さんは、ああオッケー。って。そう。言ってただろうな。りそうだけどね。ゲージ玉でチェイあるじゃん。なんか。チェイね。 うん、だからもう、リスナーからも、ゲージだまちチェイの体験募集しようと思ったのによ。<laughs> ゲージが、振り切ってもチェイになる瞬間、ね。で、その後のシーンがまたさ、土砂降りなのに、沼での撮影なんだよ。うん、<ん> <laughs> ちょっと増水してんのもう。あ、本当の沼そう、沼なのよ。<ー>で、そのシーンの、あの、まあ、前半撮ってたんだけども、うん、後半ですよ。 ついに先週言ってた、男一日さんとのシーンの明け。<laughs> <た>うん。で、アドリブからまされて、どうしようもなくなるっていう<ー>。うさあ、うん、あの、洗礼を受けたん。たね、あの、男123です。で、男一日さんが後半のシーンで来るっていうことで、<ー>俺はもうほんとガタガタ震えてたの。あ、の,の3人があ、あ、あ。 もう来るんだっっててで、AP さんがさ、あの、次の出演者の方々、あのバスの中で待機してもらってますみたいな監督に言っててさ、もう、だからその、バス見て、あの中か、ってなって、もう、バスからもう、どす黒いもやみたいなのが出てくるの見えるのよ。まがましい。そう。オーラが。で、奥歯ガチガチ言っちゃってさ。 めちゃくちゃビビってんな。で、その前半のシーンで、うん。で、女優のことのシーンなんだけど、会話するシーンで、で、セリフ言い終えてさ、あの、カットかかるまで自由演技の時間があるって先生言ってたじゃないですか。うんだから、くという。そう。まあまああったんだけど、あの、ま、楽しく話してるシーンだったから、なんか話、セリフが終わって、そのままなんか俺がニコニコして、なんか、うんうなずきながら、うんうんって、なんかその、うなずきながら、 何も言わずに、ニコニコ。し病院でね。こう。で、カットってなって。あんあんただけど、その瞬間さ、女優の子がさ。チャップリンって。なんか。チャップリンって。なんか、ボソッと言ったの。それがなんか、すっげえ怖くてさ。なんか。でも、一瞬で、なんか。こうじゃないかってのが入ってたんだけど。俺の中で。あん、あ。 なんか自由演技の時間、アドリブで言葉出せなくて喋らないでいるやつのことを、演技会ではヒュ表現でなんか、チャップリン言うんじゃねえかなこれってなって、ゾゾゾゾゾ,ゾってなったんだ俺。アドリブでビビって何にも喋れないやつをあ,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 あのなんか冷たい。いや、ないだろうそれは,はそんなチ。チャップリンって。うわ、久しぶりに見たチャップリン。 いるんだーって。監督チャップリンいって。まだこのレベルのレドラマのところで、<laughs> チャップリンいるんだーって。そんな意味はないって。なんか一瞬でそう理解してさ。大丈夫だから。そわそわそって汗だらだら出てきちゃってさ。<laughs> <laughs> すげえ怖くねなんか。<laughs> どういう意味なのかわか,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 かんないけど。どういう意味わかんないけど。チャップリン。<laughs> いや、わかんない。無音で喋らずやってたのがチャップリンみたいだったから、ただ、ただ、ああチャップリンって言っただけじゃない なんか、素人比喩表現でああ、言う,う表現じゃないのこれ。のとにか久しぶりに見ましたよ、ゃえー、ちゃんチャップリ 怖くなっちゃってさ、もうそれでさ、で、そこまでさ、で、土砂降りだったから、もう午前中が結構押してて、で、時間かかっちゃって、そのシーンとかも、あの、そしたらそのさ、あの、その前半のカットが終わったシーンで、監督が、あー、ちょっと集まってもらっていいっすか、つって、すいません、あの、皆さんと。後半のシーンなんですけど、あの、時間なくなってしまったので、あの、なしで行きます、つって、え、男い 男一日さんのシーン、なくなった。で、<え>俺も、でも本当に男一日さんのシーンってそのシーンしかないから、ああ、助かったって <laughs> なって。<え>でも、あの、<え>一応、本当になんか、 あの、男一日さんも、うん、あの、茨城来て何もす帰ることになるの。そう,でそうでしょ,う,でしょうん。無駄茨城。いや、申し訳ないですけど、あの、人たちの、男一日さんの方々の。あ、すごい、ね、いですごい。い会社に帰すみたいになって。うん。うん。まあ、しょうがないけどね。そう。あ かーって俺ももう本当によかったってなってさ。まあまあまあ。暴、うん、撃の結末だそれは。ちょっとでも一応挨拶だけでもしないとまあまあまあ。うん。だからもうちょっと、ちょっとだけ震えながらあの待機してるとこに行ってさ、うんうん、あの、男一日さんがいて、うんうん、で、こっち見ながらさ、あの、男一日さんが、うん、おい、命拾いしたなって言って。<laughs> 命拾いしたら。言ってないでしょ言ってさ。言ってないでしょってなって。言ってないじゃん。お前がドラマ出るときは、エキストラに俺らがいることを覚えておけよ違う違う、言わないで、そんなこと。言ってさ、うん。どの、そしたら、男2のやつがさ、あの、どのドラマにも男1、さんはいるぜって言って。 お疲れ様です。いや、全然大丈夫ですよ、でしょ実際は。そしあの、最後に男さんがさ、次にまたドラマ出るときが、お前の命日だから覚えておけよって。言ってないでしょ言ってきて、はっ、へぇーってなっちゃって、俺も。脚本しだしてる書き出してるの、なんか。びっくりしちゃって、俺も。違う違う違う。言わないでしょお疲れ様です。すいません。いや、全然、僕らは全然、でしょ実際は。いや、もう本当に。覚えとけ、男日さんの存在を。 何こう,いう、いや<え>、えほん怖死に持ちついちゃった、<laughs> 俺も。<laughs> <laughs> ダサー,ーリアクション。 で、自分のロケ車戻ったらさ、あの、で、体とか吹いてたら。雨、そうか。スタッフさんが、夜ご飯んでーすって言って、あの、焼き魚の弁当持ってきたから、お小箱小箱くださるよ雨が治ってねえなその症状が治ってない。なったというね。それで、ドラマ撮影が終わりました。それ、あ、そうですか。それがもう、だから、いついつかも言えないのか、ここれはいつかも言えません。え、何これ何の情報もないんだよ。 あるんだうん俺ももう告知とかもしれませんので NHK を絶対見る必死に NHK を見るしかない見てください大丈夫い。本当に監督が送らせようかなっていい可能性もありますけども大丈夫ね最近ね三浦さんがドラマに出演したっていうね撮影したっていうただ NHK という情報しかね、一切、はい。もう、僕の口からは全く言えませんので、ね。NHK とにかく見続けろとおっしゃってましたけども。とにかく見てください、NHK。い、えー、でもちょっと情報解禁されたということで、ちょっといいですかせっかくなんで、もう、えー、告知というかね、なんすか放送日7月6日、土曜の午後11時からですね、うんうん、E テレなんですね。うん、e テレで放送されるという、うん、反骨の高校学者6時。 ってこと考古学者、森本六次さんの生涯に迫る再現ドラマっていう。森本六次んわかんないっす<僕> <laughs>。それ、それじゃないんじゃないですかけてんのいや、これって。あったからこんなん。いや、六次でしょあなた六次役で出てるんでしょ六次。 なんか、な、出てましたよ、ニュース、ネットニュース、えー、何の話ですかいや、何チラーを決め続けてこれに何の意味があるの僕の口でら, <laughs> ら言えませんので。をとぼけ続けるいやいや行為に何の意味がい,いやそうなんでしょいやいや、ただ、岩井さん。はい これも岩井さん、それちょっと気をつけていただきたい。なんですかことに発展してってます、今。はいえー、ラジオネームトリスタン。うん。ちょっとメール来てますよ。んですか岩井さんが、堅くなに告知をしようとしない NHK ドラマの情報が解禁されましたね。<え>その情報をもとに検索をかけてみると、うん。チャップリーンと謎のコメントを残した相手役のインスタグラムにたどり着きました。<laughs> え,えね するとそこには、はい。ハライチのターンという番組で、私もちょいちょい登場させてくださっているのですが、うん、言いたいことがちょいちょいあるから自分のラジオで話す。つぶやいていました。<laughs> わ<ー>岩井さん、監督だけでなく、主演女優にも放送を聞かれていたようです。<ー>こうなるともしかしたら岩井さんの天敵男123にも、バレているかもしれません。気をつけてくださいね、っていう。いやー。これ、えー、だから、まずその、相手役の女優さん、伊藤沙莉さんでしょ 伊藤沙莉ちゃん。今、結構ね、注目の、子役からずっとやっててね。で、また注目されてる女優さんですよ。あのね、声ガサガサのね。ガサガサじゃない。ハスキーボイスで結構注目集めてるんだこれ、すごいですよ。森本六次三木役でね、出演させていただきました。でね。 その番組の裏話よ。うん、ゆえさんが原ラの担当ンさんというハラさんのラジオでお話ししてて、うん、ちょいちょい私も登場させてくださってるのですが、うん、言いたいことちょいちょいあるから私も今度、サイちゃんで話します。自分のラジオ。ラジオ番組ですね、サイちゃんうわ、怖っサイちゃんで話します。<わ>泣きながら笑ってる絵文字。うわー <laughs> に WW。怖 <laughs> <www> っ怖い。 うわあ、このなんかリベンジの仕方も、芸人のリベンジですかお前あんなあの言い方してるけどさ、<ー>こっちの観点で違うからな。うもうバチバチだ。そうすると、<ー>もうあの男123、うん、もう聞いている可能性が。マジでラジオ番組持ってる可能性ありますからね。1> <laughs> 男1の1代でやってるのいや、わかんない。それは 1> 男123のエキストララジオ <laughs> やってる可能性ありますよ。怖っはい。そしたらもう全部、言われちゃうじゃ俺の悪口とか。お前、一、だいぶなんかアドリブでさ、仕掛けたみたいな。あいつビビってやるぞ芸人とは言ってもあの程度だよ。ひでえな。その可能性ありますからね。どうさえりちゃんも言う可能性あるよ。あるよ。何あの演技、チャップリンじゃん。 結局本当に <laughs> チャップリンそういう意味で使われてる可能性もあるよ言ったんですよ本当にチャップリンってああ言ったんだもんねその辺のだからそこだろうねああおそらく一番なんか向こうの言い分というかなんかあるのはねあ,あ,のあ,あ,あそこで岩井の想像で話してるからちょっと聞いてみようどうなるのか <laughs> 改めましてこんばんはん、おはらいちの岩井ゆきです。さあ、ビルですー。ドラマやってたみたいですね。お<う>あのね、うん、7月6日ですか。放送されたっていう、うん、あの反骨の考古学者6時の再現ドラマの部分に岩井さんがもう主役ですね。<う>森本六6時、うん、3役で主演出演されてたっていう。<laughs> ちょっと僕は分かんないですね、これい分かんないですよ、主演もう放送もされたんですって。いいやこれかんなで、すね奥さん役がね、伊藤沙莉さん、女優のね、に何度も背中叩かれて大変だったとか、エキストラの男123、男123のアドリブ演技に巻き込まれ、撮影大変だったとか、いろいろ言ってたじゃないですか、このラジオでね。言ってましたしね、放送されたんですって。 それはちょっとよくわかんない、まあ。あと放送に関しては。<laughs> 撮影時の。 おぉ、記憶はあるね。放送に関しては。はい、感想メール来てますよ。あ、そうすか。えー、東京都ラジオネーム、純米ロック。うん、えー、澤部さん、六次さん、こんばんは。六<時>先日放送された、反骨の考古学者、六次、見ました。うん、番組の内容は素晴らしく、監督に妥協の OK を出させた演技力を補う、岩井さんの六時間には、さすが劇団ハライチだなと感銘を受けました。<laughs> しかし、全ての印象が吹き飛ぶほどの、うん、1> 男123の、生き生きとした演技。<laughs> 次は、男123 一を主役にした朝ドラが見てみたいですっていう純米ロックはもう男一2 3に全てを持ってかれたっていうかけてんだからいやまあまあねアピールは主役すぐ食っちゃうんだからエキストラとしてはダメだよあれ本来よくはないね主役食っちゃいけない立てないとねやっぱりねいやだからもうに立っちゃうのあっちがあっちの演技がすごすぎてすごすぎてそだから祝いが負けないように祝いがもっと出さないといけないよもうだって もうほぼほぼアドリブで勝負してんだ向こうは。ほんと。台本とかすっ飛ばしちゃうんだから。すごいね。飲み込まれちゃった。天候の奴らなんだ奴ら。さらにあれですよね。その伊藤沙莉ちゃん相手役の、伊藤沙莉ちゃんのラジオ番組、サイリークチャンネル。はい。この間の放送聞いたら全然祝いのことに触れてなかったらしいですよ。へえ。そう。あんだけだからなんか、インスタかなんかだっけで、 ちょっと私からも言いたいことが見たよねうわっにわせてましたけどこれは釣られたね完全に釣りだわこれ釣られてんだこれ釣りだよこれうわリスナーをねえそうかあの聞かせてあんな祝いの話なんかすると思ったでしょバカねバカめあんなクソ役者の話なんかしませんそんな子じゃないでしょ チャップリンいや、めちゃくちゃいい子なんでしょうん。そんな嫌な子に仕立て上げてんのよ。ハライチのターンから来たんでしょみんな。リスナー。お前らも全員チャップリンだからな。意味がわかんないし。チャップリンチャップリンの子になっちゃって。いや、そんなことも言ってなかったみたいですし、別に。言ってないんですか何も言ってなかったですから。再リークチャンネルだから、まだ可能性はありますからね。この間言われなかっただけで。そっか。何を次リークされるか。 ちょっとかりますごいよね、再リークチャンネルだもんね、これね伊藤沙莉がリークする、再リークチャンネル、恐ろしい番組ですけど、今後もちょっと注目しておきましょう、そして同じく NHK で7月27日からですね放送されます、だから私は押しました、こちらに刑事役で私、澤部優、出演いたしますので、こちらどうぞよろしくお願いいたします、普通になんか告知入れてるんで、私はしっかり告知させていただますこれはあれなんですか、もう取り終わったんですか え、あと、一回。私。お気をつけろよ、お前。男一二三来っからな、お前。えいや、大阪で撮影してるの全然来る、全然来る。大阪の男一二三が来るから。怖大阪支部男一二三。大阪支部。大阪支部がいや、怖いや、ダメだ、俺もう。 ノ<そ>リブかますでーって言ってうわー言ういノリブかましますねーって言って俺もビビっちゃうわチャップリンやこいつこいつチャップリンや <laughs> <laughs> 黙っとるでチャプリンやで <laughs> <laughs> 恐ろしいそれでは今日はえ待ちに待ったこのコーナーをやってみようと思います題して伊藤沙莉のターン はい。えー、お待たせしました。えー、反骨の考古学者6時で共演させていただいたお笑いコンビ、ハライチの、えー、岩井う希さんがですね、TBS ラジオの番組、ハライチのターンで私のことを話してくださってですね、えー、だいぶ、ちょっと待てよってことがちょっと多かったんでね、いろいろとね <laughs>、あの、話したいと思うんですけど、なんかね、何、何がちょっと待てなのかっていうと、あの、誤解がめちゃくちゃ多いんです。 なんかもう、それはもう、岩井さんに対しての誤解もそうだし、もう、その、ハライチのターンを聞いてる人たち、もう、絶対に伊藤沙イという人間を、なんか、嘘だろって感じで思ってると思うの。なんか、それが本当に嫌。だから、なんか私はこれを、絶対に話そうって思ってて、で、なんか、一番キンキンの、なんかラジオで言ってくれて、なんかその、サイリックチャンネルのことについて、なんか話してくださるのすごく嬉しいんですけど、こちらはもう収録なんですね。だから、その、私が、その、インスタでね、 ちょっと、じゃあこっちも、なんか、ちょっと話したいことあるから、こっちも、なんか自分のラジオで話します、みたいな、言ってからね。ま、若干のこう、時差が、あ、できちゃうんですよ、絶対に。もうね、生放送じゃないから、あ、じゃあもう来週話そうとかじゃないんですよ、絶対。だから、なんていうのそのなんか釣りみたいな、言われてますけど。なんか釣りみたいになっちゃったのは確かにしょうがないけど、なんかね、ちょっと違うの。もうね、違うの。なんか色々と違うから、本当に、 まあまあ一つずつね解決していきましょう。はい。まあ、まずね、まあそんなにまでもなんか怒り狂って、なんかすごい勢いで言わないで、なんかとにかく、じゃあまず岩井さんとのね、共演について話そうと思うんですけど、私はもともと原市さんが大好きだったので、なんからだったっていうとちょっと過去形でなんかさよならって感じになっちゃうけど、なんか大好きなんですね。もうネタもそうだし、普通にトークとかも好きだし。だから、あのー、 めちゃくちゃ嬉しかったし、もうなん普通にシンプルに緊張してましたし、で、特に岩井さんって結構いろんなこう番組とかで見てると、まあどっちかっていうと斜めから見る方の人じゃないですか。だから、チッ、役者不情がよ、みたいな感じで <laughs> 思われんのやだから、なんか結構ね、あの、気引き締めていった感じはあるんですよね、自分の中では。だからなんかこう、変にうるさくしないとか、 結構ね、大人な現場の言い方をしていた気がするんです。なんか、うざがられないように。でも、なんかちょろちょろなんかこう、一緒に奥の方で、なんかベンチみたいなので座って喋るときとか、まあ、普通に喋るし、みたいな感じでいて。そしたら、なんか普通に岩井さんも、なんか、ああ、みたいな感じで喋ってくれて、なんか徐々にこう、なんか打ち解けてきたみたいな感じかなって思ってたから、嘘だろ って思ってなんか結構仲良くなったなって思ったんですよ。仲良くなったなって言ったらんかちょっとまた上からでなんか言われそうだけどなんか結構ね最初の方はなんかあそうなんだみたいな感じでなんか岩井さんも言ってたんだけど徐々に徐々になんか俺さーみたいな普通に喋るようになったからあ良よかったなって思ってしかも岩井さんはやっぱもう主演だからもうずーっと撮影が続いてるわけですよ。でも私はまあなんか普通に2日間かな経営だったからその間の1日2日はいなくて。 で、その一日目が終わった帰りに、岩井さんが一緒になんかメイク落としてる時になんか、えぇ、ー、明日からなんかいないのかーみたいな。なんか、そっか、みたいな。えぇ、ー、いてほしいな、みたいな。いや、そんなにもでもなんか、なんかいてくれよ、みたいな感じだったくせに、ちょっとラジオ聞いてみたらどうしたーってなって、ちょっとビビっちゃったんですけど、まずね、なんか誤解を何個か解きたいのがあって、もうまずもう一番の代名詞みたいになっちゃってるから、もうチャップリンについて話すんですけど、 <laughs> あの、ま、このラジオというか、この今回の回を聞いて、あ、まだ聞いてないよっていう人、方々がいたら、その、ハライチのターンという、あの、ラジオ番組で、こう、そのトークをぜひ聞いてほしいんですけど、あの、要は、その、<laughs> 岩井さんが言ってるのは、あの、遠くから、こう、まあ、私は普通にこう、時という考古学者の方の、 こう縁の下の力持ちじゃないけどずっと支えてきたこう奥さんの貢っていう女性なんですけどその2人がの生涯というかじゃ出会ってから結婚してこの世を去るまでみたいなところをドラマ部分でやらせてドキュメンタリー番組なんでやらせていただいたんですけどその時にやっぱりこうなんかこうナレーションにかぶせてとかでなんか2人で仲良しそうにしゃべっているところとかで特にその考古学なんで土器 を見ながら、ここはこうだねとか話すところがあるんですけど、でもそれって、要は、声ってあんまり実は使わないから、意外と何喋ってもいいところなんですね。で、遠目から私たちの後ろ姿を撮ってて、で、あの、この時がね、みたいな感じで話しててください、みたいな監督に言われて、あ、わかりましたって言ったんですけど、 声をね、例えば使われるにしても使われないにしても、なんか変なことは言えないじゃないですか。なんかやっぱりこう、六次さんも三木さんも、なんかこう、イエ <laughs> ーイ <laughs> みたいな感じのタイプじゃないから、なんか二人でふざけて、なんか、イエ <laughs> ーイマジ面白すぎーみたいな感じで喋ってたら、空気感がね、やっぱあの、私なんてもう着物着てたりするし、崩れるから、やっぱね、下手なことできないんですよ。どんなに声使われなくても。ってなった時に、やっぱ緊張しちゃうし、 なんかね、結局二人とも喋んなかったんですね。喋んなかったっていうか、なんかまあ、口パクみたいな。なんかこの時いいね、みたいな感じを、なんとなくのざっくりの、もうすっごいもう口パクでやったことについて話すのって、ラジオ一番向いてないと思うんだけど、あの、なんていうのかな、その時を二人で見てなんか、あ、そうだね、みたいなことをなんかこう、なんとなくの雰囲気でこう、後ろ姿でそう見えたらいいな、みたいな感じでやったんです。 で、その時に、その、あまりにもなんかこう、二人とも声を出さないで、なんかパクパクしながらこう、動きだけでなんかこう、ジェスチャーで伝えようと、なんかちょっと、まあ、要は楽したわけじゃないですか、二人とも。だから、それがちょっとなんからじわじわ来ちゃって面白くて。それで、チャップリーンって言ったんですね。そしたら、 まさかのなんか後日、それがなんか私がすげえ岩井さんをディスったみたいな感じになっちゃってて、なんか私が、なんかその、チャプリンって言ったのは、なんかこう、伝わる人だったかなって思ったんですよ。なんかなんとなくで。で、正直そんなに意味も込めてないの、チャプリンに。なんかもう、ディスってもないし、別になんか何も気持ちとか感情とか、なんかもう無。何もなし。だからもう、<laughs> チャプリンって言っただけで、 なんか、本当になんでもないんですよ。もう本当になんか、私のなんか全友達に本当に代弁してほしいってぐらい、私が言ってる言葉なんて意味のある言葉は本当に、もう9.5割ないわけ。なんかもうなんか、いやーみたいな感じでやってるから、そのいやーと同じ感じでチャプリーンって言っただけで、本当にないの。だから、でもなんか岩井さんが受け取ったそのボールは、完全なるディスリだったの。まさかの。だからなんかもう、こいつ、なんかアドリブも出ねえのかよ、みたいな。 クソ芝居がチャプリンみたたいななな感じで言っっようになってなんか受け止められててわかんんんんななないいだだけどかかショックだったのすごいなんかラジオ聞いててなんかねあのこのドラマってすごいナレーション部分だったりとかっていろいろあるから後々ね撮影が終わってからこうアフレコで行ったりするんですけどまあそれを本当に岩井さんとかもあのラジオでもおっしゃってたんですけどね私もまあアフレコで私基本的にこうナレーション部分を担当していたのでナレーション撮り行った時に。 あの監督とかプロデューサーの方々に「ハライチのターン聞きました」みたいな感じで言われて「あ聞いてないですどうしました」みたいな感じで言ったら「いやこのドラマについて話してて」みたいな「あそうなんですね」とか言って「え聞こっかな」とか言って言ってたらなんか「ああ」みたいななんかちょっと汗汗苦笑みたいな感じだったから「え何?」みたいな感じでなんか意外と辛辣なみたいな <laughs> なんか汗汗みたいな感じだったから「え何何何?」と思って超気になってて。 いや、でなんかそっから全部聞いたら、なんか意外と週またいでいろんな話をしてるから。でもどうしてもそのチャップリンだけは、で、なんかね、ツイッターとかで、まあ私は本当にエゴサーチババアだから、本当にエゴサーチをたくさんしてきたんだけど、なんか本当にやべえ女優みたいな感じの印象をね、与えちまってるわけ。本当に。で、なんかそのチャップリン発言によって、でもね、本当にこれってね、あのー、伝え方ですよ。悪いけど。 本当に。で、私が何がね、ショックだったって、岩井さんもショックだったんだけど、何よりも、なんか澤部さんが、そんな感じ、なんかね、二人で仕立て上げてんの、私を、悪者に。なんかこう、やべえ女優に、そのなんか、あの、ちょっと勘違いしてる、なんか、あなんか、はい、楽勝、なんか人生っていうのはさ、みたいな感じの、なんか人物になんかた、なり立ってたわけ。<laughs> だから <laughs>、なんか、 あのね、その、私がなんかインスタで書いたんですよね。その、あの、ハライチのターン聞いたから、私もサイちゃんで話したいと思います、みたいな。なんかそれを、なんか読むの一つにしても、なんか澤部さんとかがなんか、サイちゃんで話そうと思う。みたいな感じで言ったじゃん。それでなんかさ、しかもなんか、 笑いながら泣いてる絵文字だよ、みたいな。私めっちゃ覚えてんだけど、そこ。なんか、笑いながら泣いてる絵文字を私が人生でどれだけ使ったと思ってるのって感じなの。本当になんか、本当に定型文なの、私の中で。だから、もうなんか、いつだって笑いながら泣いてんの、私は。ねえ、だから。も <laughs> うなんか、いつだって心は泣いてるし、なんか、表情は笑ってるみたいな感じなの。だから、それを表現するのにぴったりなのなんか、まさかのなんか、iPhone がなんか、おーら、よっとと、絵文字として出してくれたから、それをなんか、愛用してるだけで、本当に何の意味もないんですその絵文字にすらね。 でこの背中を叩かれまくったって言ってるのもね私ね本当に多分これで、ね、放送を見た人は本当にわかると思うんだけど全然だったでしょ強さ私ねいやわかるのあのね盛る,盛るんですよそりゃねいやそういうお仕事ですよなんならねうちの家族も全員話すときってもうほぼ 持って喋るから、なんかそれには慣れてるし、自分もどっちかっていうと持って喋るから、それには慣れてんだけど、そんな強く叩いてないよって思って、それだけちょっとね、本当に裁判沙汰。本当にびっくりしちゃったよ。なんかね。いや、でも、ある意味、確かにその岩井さんの言い分もわかるんですよ。ドライとかね、テストぐらい、ちょっと軽くでいいんじゃないみたいな。でも、なんかすごい、岩井さんが、いや、なんか芝居とか、みたいな感じだったから、 そういう人ほど全力でぶつかった方がいいんじゃないかなっていうのがちょっとあって、で、なんかまあ、そ,そんなすっごい深くそれを考えてたわけじゃないけど、なんかこう、もぞもぞそわそわしてる旦那さんをシャキッとさせる一発って、ポンじゃしないでしょって思っちゃったんですね。その <laughs> バッてやんないとバンって叩かないとやっぱこうシャキッとしないじゃないですか背,背,背骨がよ <laughs> しないでしょだからそのバンと行かせていただいたわけですよだそれも本当にね悪意なんぞ一ミクロもないですしねそうでなんか私は今日私は今日ねもう一回あのもう一回もう一度あの再放送するっていうことであの6時はねだから もう一回そっちのパターンでアフレコを今日たまたましてきたんですけど、その時に話してて、あの、いつ、いつリベンジしてくれるんですかみたいな。まあね、なんならちょっと悪いけどみんなこっちなんですよ。ちょっと、あの、なんていうのその、セコンドっていうの <laughs> なんか応援席みたいのはね、多分どっちかというとみんなこっちに座ってるんだと思うんですよな。なんなら。 だからなんか、監督とかも今日話してたら、なんか、いつリベンジしてくれるんですかみたいな。<laughs> 俺らの敵みたいな感じになってて。<laughs> なんか私そんなになんか、大丈夫かなみたいな。そんなぶちかませるかなって。でさ、言ったってこっち一人なんでねそ。何がずるいってね、澤部さんのそのなんか援護射撃なんですよね。なんかね、それが加わることで私がさらに邪悪な、やべえ小娘みたいになっちゃうからね。<laughs> それがちょっと悔しかったんですけどこちから今一人で頑張ってますからちょっとあんまりおでリベンジみたいなのができてるか分かんないんですけどでもなんか今日私あの監督とかと話してて思ったのがそうなんかね「男1さんがね <laughs> いや私気持ちめっちゃ分かるんですよその「男1さんに関してはね。 そう。でも、でもそう。まずはね、何をね、すごく細かいことで言うとね、仲間一日さんなの。だからね、仲間意識を持ってないの、岩井さんが、まず。その仲間一日さんに。仲間一日さんだってどうしたって岩井さんと絡まなきゃいけない立場なんだからね。あ、岩井さんにね、どうしたってね、アドリブを振りたいしね。あの、面白い人っていうのをちゃんとね、なんかこう知っちゃってるからね、確かにちょっとなんか、俺も一発仕掛けてみようかみたいなね、ところはあった。確かに一日さんはね。特にになんか、嘘だろっていう、なんか感じだったけど、でも、あのね、 やっぱり私も結構難しいんですけどなんかアドリブとかってあのなんていうのかな時代が今じゃなかったりとかあとはこう自分が例えばまあ普通の暮らしを今までしてきてっていう人がすっごいお嬢様やったりするとねアドリブって出づらいんですよなんかあ今絶対アドリブだなってバレちゃうともうその時点でちょっと空気壊れてるじゃないですかそれが笑いになる作品だったらいいんだけど6時って多分なんないから それで言うとね、彼らはめちゃくちゃ頑張ってましたんですよ。だから、<laughs> なんかもう。 そうね、そうね、岩井さんが言いたいことはめちゃくちゃわかるんですけど、あの、伝えたいっていうかね、あの感じ。<laughs> けどなんか今さ、すごいなんか男一日さんの、なんか襲来っていうかなんか逆襲みたいなさ、すごいなんか怖い人たちみたいになってるけど、本当にね、優しくてね、めちゃくちゃいい人たちだったでしょだからね、本当に切なかったよ、ラジオを聞いてさ、私はなんかそんな風に思っていたんだね、と思ってさ、しかも、 その、なんていうのあの、すごいさ、辛口なさ、感じで、いつも、こう、人を、なんかこう言ってるイメージだから、岩井さんって。なんか、まさかその標的に自分がなるなんてさ、思いもしなかったよ、って感じ。でもなんかさ、あの、すごいね、だからみんなが思ってるほどね、でもこれってさ、なんかわかんないんだよね。それが何が難しいかっていうと、なんか、要はさ、 すっごい多分これ、原市さん聞いたら恥ずかしいのことだと思うんだけどさ。なんか芸人さんじゃないですか、要は。だからさ、きっと思ってないことも言うのかみたいなのがあるんだよね。だから、なんかさ、わかんないじゃん。こっちってちょっと硬くなっちゃうじゃん。なんか傷つけちゃうかなとかさ、あるけどさ。でも結果さ、やっぱどんなこと言っててもさ、面白かったんですよ、結局。いやもうそれはもう、 もちろん彼らのラジオだし、っていうのはあるんだけどさ、面白いもん勝ちだよなと思って。そうなると、なんか、リベンジするっていうかさ、だってなんなら私なんてサイリークチャンネルって散々さ、毎週にわたって私はサイリークチャンネルっていう番組名の名前のその由来を散々話してきたのにさ、こんな一瞬でサイリーがリークするチャンネルっていう解釈にされちゃったんだよ。 そうだろっていうさでもそれはさちょっと面白いになるでしょでしかもさそれがじゃあ乗っかっときゃいいじゃんってなるわけでしょやっぱり。でもねそうだから難しいよね掛け合いっていうかさ特になんかじゃあ会って喋ればっていうぐらいかけ離れた場所でお互いしゃべってるわけじゃん。何が曲持ちなんかさ 違うラジオ番組でさ、お互いのこと話してさ、なんか会えばって感じなんだけどさ、なんかそう、でも、本当にね、チャップリンだけは本当に嫌だったわけどうしたってね。でさ、すごいのよ。なんかそのさ、エゴサーチ、また戻るけど、エゴサーチした結果がさ、なんか、伊藤沙莉想像つくわ、とかさ、でさ、わかんないんだけど、私っていうのは本当、 本当にメンヘラなの。そのなんかもう恋がどうとかじゃないんだよ。もう。もうメンタルがもうヘラなわけ。もう、やばいわけ。だからもう、なんかさ、もう一生病んでんだからさ、こっちとら。だからさ、もうそんなのとかもさ、なんか文字で伝えられちゃうとさ、もう、もうもっとだよね。もうラジオで、もう人図てで聞いたことで、こう聞くラジオ以上にさ、もう絵文字とかなしで書かれたツイートなんてもう、 もう、ナイフでしかないわけ。もう、直で心に刺さる。だからもうさ、その、伊藤サ里ああ、わかるわ、とかさ、いや、サ里ちゃん、なんか、言うねー、とかさ、もう、怖すぎ言ってないいや、言ったけど、チャップリーもね。言ったんだけど、もう、怖すぎーって感じ。もうなんかさ、テンパりすぎてさ、もう、こんなもんだったっけって感じなんだけど、大丈夫かなもう、とにかくね、私はね、その、 お二人が思ってるような、なんかこう、何こいつみたいのもないし、もう本当に、もうただただ嬉しかった。私も本当にあの日、あそこから、なんか実家が帰ったのかな実家帰って、あのもう家族に、あ、岩井さんこうだったよ、って面白かったんだ、でもすごい優しかったよ、とか、言ったよ、きにそんな遠くで裏切られちゃったらもう、何、えと、ー、思って。 疑似でも夫婦だからね。ちょっと <laughs>、頼みますよ <laughs>。で、小松さん頼みますよとかさ、そういうちょっとなんか上からってかなんかこういうなんか感じで言うとまたそれディスられちゃうからさ、もう。なんだろうね。なんかさ、その、嫌だなって、そういう感じに思われたくないなって思って、そういう感じにしないで落ち着い、そういう感じっていうのがまたわかんないよね。なんかね、キャピキャピ、キャハキャハ、みたいな感じだと、うざいかなって思ったのよ。 だから、なんか、私がたまーにやる、静かな人っていうのを少し演じてたんですけど、撮影場所でね。それがちょっと逆に、なんか、天狗に見えたのかなわ <laughs> かんないけど <laughs>。でも私っていうのは鼻が本当に1ミリも伸びてないはず。なんかそんなにまでもなんか、いや、私っていうのは最強じゃんって思ったこともないし、なんかね、でも私はそう、なんか、ラジオ聞いてたらなんかそういう感じで想像しちゃったから、 切なかったのとっても。だから、そう。どうしたってこれをね、間接的にでいいから、ちょっと聞いてほしかったから、これが届きますようにっていう感じですよ。私、だからその澤部さんもね、前、超前だけど、ラストコップっていうドラマをやってるときに、あの、あ、それと、あ、違うかな獣道のときかななんかで、あの、ポンっていう番組、今、バケットっていう番組に、えっ、ー、と進、進化というか変わっちゃったんですけど、そのポンのときに、そのコメント、 データーという感じでサービスさんがいて、で私はそのお邪魔しますの形で行ったんですけど、その時とかもなんか超優しくて、まあ、だから基本ねお二人が優しい方ってのは分かってるんですよ。だからなおさらね、なんだこれ何ねっていう感じだったんですけど、でもね分かんないよね。私がさそうやってなんかじゃあ静かにしようみたいな感じでさやってんのと同じくさ。 やっぱり、芸人さんも、あの、基本的に役者と同じところあると思うんですよ。結構演じるというかね。だからなんか、こんなにまでも詮索したら絶対に恥ずかしいと思うんですけど。<laughs> だから、なんかね、でもなんか、私は別に変わらず好きなんで、うん、ハライチのターンもずっと聴いていきます。はい。まあ、6時もね、もっといろんな人に見てほしいですけど。まあ、だからね、3つ合わせて楽しんでほしいです。 まあ今回私はねこれだけで本当にシャプリンと背中を叩いたというねあの、ことだけあの、弁明というかさせていただきましたけどはいいろんなことあの、これでやっと解決すると思うんで多分ね監督とか何リベンジしてきてって言ってたかな,なんか忘れちゃったななんか。 でもね、あの、そう、男一日さんはね、仲間一日さんっていうのもあるしね。そう、彼らはいい人たちでね。はい。それもね。あ、そうでね、あの、一個細かいこと一つ言っとくとね、あの、めっちゃ喧嘩売ったことを一つだけ言っとくと、彼らはエキストラじゃないんですね。だからね、一つでもその、男一でもね、いいし、仲間一でもいいし、あの、役を一個背負ってたらもうそれはエキストラではないのでね。それだけ。一 <laughs> 個のマイ聞言わせてもらうとしたらそれだけです。はい。 勝手に喧嘩売られた気になってたから喧嘩を売ってみました。はい。ありがとうございました。これまた絶対言われちゃうよね。<laughs> はい。でも、はい。すごい、あの、ご一緒できたことはとっても嬉しかったですし、あの、どんなね、あの話題にしても、ラジオで、えー、話題にしていただけたことは本当に嬉しかったです。はい。幸せでした。本当にありがとうございます。またなんか、どこかこう、 普通にドラマとかそうお芝居で共演する形だとしても、えー、とバラエティとかでこうお会いするか機会があったにしても是非、えー、よろしくお願いします <laughs> ということで。 はい、ありがとうございました。はい、以上、伊藤沙莉のターンのコーナーでした。王子、えー、岩井さんがドラマで共演した伊藤沙莉さんが、えー、ラジオの番組で伊藤沙莉のターンというコーナーを作り。番組で話した撮影エピソードに反論してましたよ。ああ特に、えー、チャップリンに関しては不満があったらしく、えー、口パクで演技をしていたのがおかしくなって。ついつい口走ってしまっただけなのが真相のようです。え、そんな岩井さんの不満もしっかり笑いに変えていたのはさすがだなと思いました。うん、しかし、怒りの矛先。 葵沢部の方に向かい、えー、一緒に、えー、乗っかるのがずるい <laughs>、えー、私のインスタの文章を変な感じで読み上げたなど、かなり好感度が下がっている様子でした。葵沢部、また女優から、あいつ同点なんじゃねえと思われてんじゃねえのかおかしいんだよね、えーえー。これ。聞きましたよ。これ、私も聞きました、ね。あ、そうすか。<laughs> えー。暗いもんで、たどり着きました、最クチャンネルに。ね、うーん,うーん なんかね、あのー、私がね、共演したドラマのね、え反骨の考古学者6時っていう NHK のドラマなんですけど、撮影のエピソードを話したんですけれどもね、うん、えー、この伊藤,伊藤沙莉ちゃんっていうね、えー、僕のなんか奥さんのね、こね夫婦の役でしょうん、うん、やっていた、えー、女優さんがね、この番組の放送聞いてたらしく、うん、自分のラジオで、えー、反論したということなんですけれどもね、サイリークチャンネルっていうラジオでね、サイリークチャンネル。サイ<ー>チャンネルの中で、伊藤沙莉のターン、はい でって、コーナー設けて、反論してたという。このね、ラジオのテーマソングも流し。流し。ね。やってましたけれどもね。だいぶ、やっぱり、すごかったよね、この。うん。やっぱだいぶ溜まっていらっしゃったんでしょうね。結構反論が。うん。だいぶ強めのね。うん。感じで言われてましたけれどもね。あれ、岩井さん聞いて、どう、ま、どう思ったんですかなんか背中をね、叩くシーンも。はいはい。見ましたって。うん。全然強く叩いてないでしょ。 言ってましたけどね。いや、そんなことないのよ。実際にはもう本当に、あの、叩かれて。ちょっと前に行っちゃったりなんかいやいや、いやいや、実際のドラマ見たら、本当にそんな強くなかったってみんな言って。結構何回目かの時かな、前の壁にビターンって俺なっちゃった。知してたんだアニメ、アニメみたいに。岩井の形でズバーンってなっちゃってたんだからね。あれも言ってましたよね。 男日さんのくだり男日さんじゃなくてまず仲間日さんですからみたいな仲間一うことう方が違ってるそこ把握してないんですよさらにエキストラじゃないですからうそ役名が付いてる位置で仲間日さんって役名があるからうこれは立派な共演者エキストラさんじゃないですからそう役者ってさんか一線越えちゃいけないところをんか持ってるよね このー、<laughs> 続くの,のなんか、なんかさ、やり合いあのー、芸人って別にいじられてもさ、うん、そんなにさきつめに反論しないけど、うん、逆さってなんか切れていいって思ってるところどっかにあるよね。<laughs> <laughs> いいよ。うん、岩井祐希のターンをもう一回仕掛けんじゃないよ。うん、まあでもさ、あのー、<laughs> 年下の若い女優さんに。とんでもねえ女だよ、あれ。<laughs> 言っとくけど。<laughs> 違う。こっちがいろいろね、<laughs> ああ言っちゃってたから。いや、ただね。うん、いや、まあ、これは本当に伊藤沙莉さんと岩井のやっぱ喧嘩なんで、澤部、はい、さんが横槍入れるみたいなちょっと違ったんじゃないですかね、やっぱね。そこを、うん、なんか異常に怒ってたでしょ、<う>俺に。うん、岩井よりむしろ澤部さんがみたいな。うん、なんか。 何も知らない、なんか、うん、あい変な合図値入れてとかそう,そうそうそう。<laughs> おかしいよね、それあくまで俺とさ、<laughs> 共演した糸サリさんの喧嘩だから、うん、俺もなんか、 あ、結構こいつ乗っかってきちゃってんなっていう,うって乗っかってきたとかじゃないじゃん。あ,<ー>あれは俺おかしいと思う。なんで俺が悪者になってんのか一番か。いやなんかいや、強そうな方に乗っかるやつは。澤部は違う。その時その時最善の相図地を打つやつ。<laughs> <laughs> 別に。ほら。いや、それは良くないよ。最善の相図地マシーンだから。最善の相図地マシーンっていうことによって、うん、自分はそんなに思ってませんでしたっていう保身も今入ってるじゃないですか。それは、<ー>させてよ、保身。<ー> <laughs> 相<や>づちそう打つよサ部さんよくないっすよそれはあ,あ本当に喧嘩だよじゃあもう <laughs> 全面戦争ですよ<ー> <laughs> すみません本当にやべえ、ね、やつだったってことですね伊藤さん違うよ <laughs> 違うよそんな着地すんじゃない <laughs> なんか岩井さんが呼びかけてましたよねトーク中にチェイああチェイなんかそのねゲージがたまってって耐えきれなくなってチェイっていうやつねまあんかそのイライラがイライラが爆発してうんってなる時ってことでしょいやうんっていうかイライラがこうたまってってたまったまって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 限界超えてチェイっていうやつ いやいや、そんな、まあ、<laughs> それ人によるけどね。今いいチェイだったね。いいチェイだった、うん、いや、俺はだから、溜まって溜まって、うんだから。あー違う全然。えうんじゃないのよ。もうそれずっと溜まってない。まだ全然溜まってない状態で吐き出しちゃってるから、ね。えでも溜まって溜ま,まって、溜まって溜ま,まってギリギリまで行って、もうそれ超えてチーイ、チェイ 気持ち良さそうだわ。いいチェイだったね、今ね。確かにね。いいチェイだったね。チェイだったねを強要するんじゃないよ。岩さんが、んかドラマの撮影の時に、背中をバンバン叩かれるシーン、リハから何回も何回もやってね。で、オーケーもなかなか出ず、何回もやって、それでちょっと痛いし、そんなゲージが溜まってって、チェイ活動したっていうね。それでチェイを、まあ本当にだからリスナーも、共感する人がいたみたいで。みんななっちゃうからね、でもね。ちょっとよくわかんない。 ですけどうん チェイメールが来てます。え、ラジオネーム、休館長の宅急便。私のチェイですが、この前友人と中華料理を食べに行った時私は麻婆豆腐定食を頼みました。すると友人が一口ちょうだいと言ってきたのであげると、もう一口、もう一口と麻婆豆腐を求められ続け、その結果、ご飯と麻婆豆腐のペースが崩れて、ご飯だけ余ってしまいました。その癖して自分で頼んだラーメンを残していた友人を見たとき、バカバカバカチェイ言ってました。 何チェイですか何チェイですかさん。まあ、これは6チェイかな。なんか、6チェイ。少なそうだけど。いや、もう10中。あ、1チェイなんだ。10チェイですね。チェイは10なのマックス。マックス10チェイですね。なんかそれも寂しいね。本当なんか、百百1 0 0とか。100にしよう。 あ、変えてくれんの ?100 チェイ ?100 チェイ中だとじゃあ、60、60チェイだね。60チェイ今のは。ああ、まあまあってことだね。まあそうだね。そうね。続きまして、ラジオネーム、プラダを着たカズマ。僕は中学生の時、おいブス、おいブスと呼ばれ、日々ゲージが溜まっていましたが、オシャレに気を使い出した頃に、おい、チャラいブス、チャラブスと呼ばれた瞬間に、ゲージが溜まって、チェイとなりました。 俺これは、長期のチェイだね、長期、超、ね、期だね。うん これ何チェイですかこれはもう82チェイです。あ高い !82 チェイ出ましたね。これも長期のチェイですから、だいぶ溜ってましたね。え、岩井の背中バンバンは何チェイなあれは。あれは、78チェイだね。おぉおおちょっと今日の演技の疲れもあったし、俺は。まあ、だし仕事だしね。78チェイも言ってんじゃねえよって話仕事で。仕事だから。まず仕事でチェイ出すんじゃねえよ。出すんじゃねえよって。 まあ仕事まあいろいろあるでしょうらねマンテンチェイよちょっとマンチェイねマンチェイが我れこそはあるぞという人はちょっとぜひ送っていただければなっていうはいでその岩井さんそのドラマはいつ放送なんでしたっけこれ言えませんこれは本当にいや一週経ちました言えませんいつなん情報を変もしませんので熱心に受信料払って NHK を見続けるしかないですねお願いします